どうも赤星赤崎せよ赤星マシマシ TV、 はい、始まっていきました、はい。今回はですね、ラーメン鶴屋さんという、板橋区常盤台にあるお店でございまして、はい、こちら去年の12月15日オープンしたばっかり、最近、まだできて2ヶ月というところでございまして、東上線のですね、上板橋駅にできたんですね。徒歩3分、通りから1本入ったところで住宅街の中にあって独学で作り上げたお店、ということなんですが、上板橋といえば中本の本店もありますからね。ラーメンの激戦区、で食券見ていきましょう。まあ、ラーメン並中大とあり、200、300、400、混ぜそばも200、300、400でして、混ぜそばだとちょっとカレー味ということでね、こちらも気になりますが、ラーメン大の、まあ、豚をちょっと増させていただいているというものを選択、ということでね。そのまま読まなくていいんですよ。あ、いいですね。いいとこや。あ、すいません。いつも書いてるものだけど。野菜増し増し、肉増し、辛めセルフということでね。辛めはね、卓上返しで調節して、コール自体が、まあ、ないと言っていいでしょう。はい。デフォルトでですね、こんな角煮豚が1個入ってくるんですね。で、豚増しするともう1つ、まあ、このように追加されます。ね、割り箸がね、平均よりちょっと長めなんで、本当です。どこ見てんの？箸情報もあるんでね、その辺は。めちゃくちゃ器白くて綺麗です。あ、綺麗で清潔感のあるお店。そうですね。見ていきましょうか。さあ、もちろんね、箸から見ていきましょうね。いや、ちょっと気になるな、そんなの。箸じゃねえ。見てください。菜箸が、もう長いんですよ、もう。確かに長いな。長いでしょ？珍しい、まあ、一膳ということでね、この辺も見ながら、ね、まずは豚からです。ね、また。ね、ちょっとびっくりしちゃって目がより目になっちゃう。甘辛煮のですね、奥まで染みた、これ何が特徴って激熱なんですよ、この豚。めちゃくちゃ熱いの、本当に。一口で頬張るともうね、やけどするぜっていう、ちょっとこうね、これ確認ね、本当に反省化していきます。一口ずつに言い方変わってきてる。はい、変わってます。ちょっとね、置いておきましょうね。さあ、そしてスープですけども、はい、ものすごい乳化してるんですね。このようにちょっとドロドロしてましてね、お魚も結構使用してるということで、はい、ちょっとこうなんかザラッとした舌触りもあるというスープでございますね。さらに油野菜、ね、油だけじゃなくてですね、ちょっとこう肉かす系の、まあ、食感のある油なんでね、ちょっと藤丸寄りな、食感のある油でございますね。で、野菜がねシャキなんですけども、青臭さがない、うん、うま野菜。最後に生かすとね、油ほら甘い風になって野菜と合わせるとね、これがね美味しいんでね、ぜひとも油はもうマシマシでいっちゃっていいと思います、そしてね箸のイカさを生かしていきますよ、これ良さを ね、横から刺すとこれやりやすいんですよ、非常に箸情報が珍しいからこれね、うん、細い、いや、もうフィットチーニクラスの平打ち麺です。すごい、もうほうとうみたいですよね。バン、うん、ほうとうみたいですね。ほうとうみたいですよ、ほんとに。まあ、すごい平打ちだな。そうでしょ、ベルトコンベヤーみたいに運んでくれるんですね。それはあなたの吸い方です。本当にスープを、そしてあとニンニクを、勢いで吸い、まあやっぱりね強さが、あー、これ、カメラ曇ったの。いや、違う効果です。はい、まあ平均的な平打ち、ニンニク、辛ニンニクなんですけども、やっぱりね、麺と一緒にものすごいこう一緒に口に入ってくるんだよね。そう、だからまあ量が平均的なんですけど一気に入っちゃうから、うん、ちょっと気をつけないとね、一発でなくなっちゃうから、一口でニンニクは、そう、気をつけてください、ニンニクシャワーしたらね、ニンニクシャワーしたらしたら気をつけてください、そこはね。しょっぱレベルは4ですね、しょっぱいって自分でも言いましたね、非常にコクがあるちょっと返しでして、これね一回かけましたけども、あの返し自体が美味しいんでね、ドロリスープにこう入れちゃうと、なんかもう元の味を思いっきり変えちゃうんじゃないかと思ったんですが、やっぱり大丈夫でしたね。2回入れてます。思ったけど。思ったけど、はい。慎重にいかなくても大丈夫だ。大丈夫です。美味しいです。この返しの味自体が。なので結構入れちゃっても僕はおすすめという感じかな。そしてね、詰め替えタイプの黒胡椒ね、入れていきますけども、まあこれ先ほども言いましたけど、麺のあの形状ね、粗挽き胡椒を口にバッと運ぶのもパッキャオ並みのパンチ力。国統一感ないのよ。いろいろなねお国が出てまいりましたがね、ファイナル一口、ね、ファイナル一口、ごちそうさんで、ドロッとしてるでしょ。ちょっと最近入るの煮干しのラーメンみたいな感じで、ちょっとね灰色のスープの増えてますけども、マシマシレベルは 88.7、 はい、母なるなるはちょっと分かんないけど、
ということでね、鶴屋さんで、ございましたけども、はい、上板橋としては多分初の二郎系のお店だと思いますね。いや僕はねここできてこの日行ったんですけども、まあ、食べ終わって美味しかったありがとうございますってなってその後調べてたらその日別のお店も板橋区にオープンしたということで12月15日いやいや違う、2月の4日かな。2月の4日に板橋が行ってる。そう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 、今板橋区二郎系熱いんですよ。なるほど。そうそう、なのでちょっと皆様もですね一旦中本行くの控えていただいて上板橋の時はちょっと鶴屋さんに行ってみてください。なるほど。以上です。以上です。ごちそうさまです。Thank you.